ました。はい、今回はシャネルのナンバーファイブのイベントで京都に来てます。今部屋に着いたばっかりで、京都のエースホテルずっと泊まってみたかったので、今回エースの滞在ということですごい嬉しいんですけど、ちょっとルームツアーをしたいと思います。ここがエントランスです。で、こういうなんかスタイリッシュな絵が飾ってあって、こちらがバスルームです。いや、はい。で、こんな感じで、バスタブもあります。で、すごいいいなと思ったのが、このね、シャンプーとかが、ウカなの。すごい嬉しいよね、これ。で、エースといえばのレコードプレイヤーと、あとはこちらギターがあります。今回シャネルのイベントということで、シャネルのコスメが置いてあります。これが多分今日つけるジュエリーだと思うんだけど、じゃん、かわいい。はい、ネックレス、あれ違う、あ、ネックレスです。で、こっちがこれ多分ピアスかな、よっ、ピアス、はい、かわいいです。で、多分着るものはクローゼットに置いてあるかな。これクローゼットよっ、逆ですねよ、はい、こちらですね。今日はこのタンクトップと、あとはね、この中に入ってるバッグなんだけど、じゃん、かわいい。このバッグすごいちっちゃ、思ったよりちっちゃかった。写真で見てたんだけど、持つとね、こんな感じ、ミニバッグ、かわいい。ちなみに今日のコーディネート、こちら、古着の T シャツに色仕掛けのパンツです。このパンツすごい可愛くて気に入ってます。こちらでルームツアー以上となります。これからランチが届くということなので、ちょっとランチを食べながら身支度もしつつ、あと1時間ぐらいで会場に向かいたいと思います。ご飯食べ終わったので、これから身支度を始めます。おいしい、お茶。今日はちょっとシャツにピンクの色が入ってるので、ちょっとこうピンクというか赤みがある色を使おうかなと思っていて、まあ、このこれを薄く塗るか、これを、あ、こっちかな、それかこっち、こっちもね、ちょっとカメラで見ると普通の茶色に見えるんだけど、肉眼で見るとちょっとだけ赤みが入ったブラウンになるので、このどれかを塗ろうかな。で、このシャネルのこのね、ブラシがめちゃくちゃ優秀で、こっち開けても筆だし、こっち開けても筆なので、このね、筆すごいブレンドを綺麗にしてくれるんだけど、こういう感じで蓋付きでペンシルタイプなので、あの旅先とかに持ってくのにね、すごくね便利なんですよ。これで塗っていきまする。どれにしようかな。これやっぱでもそんなに濃くない方が良くて、シャネルのアイシャドウ本当に発色がいいから、ちょっと一回試してみよう。あ、すごい綺麗。やっぱり、どうしようかな。こんな、ちょっとライティングがあれなのでちょっと見づらいかもしれないけど、こんな感じで、これがさっき言ってたちょっとブラウンっぽく見える色で、これが濃い方で薄い方なんだけど、やっぱり私の好みはこのブラウンっぽい赤が好きかな。これね、この色塗って、ちょっと暗い、あー、これぐらいだからかな、この色塗ってきます。ちなみにこのパレットは、キャトルオンブルの354番です。今日久しぶりに新幹線に乗ったんだけど、なんか、あー、こうやって昔は暮らしてたよねと思って、なんかすごい懐かしい気持ちになって、なんか飛行機とかもうしばらく乗ってないんですけど、飛行機乗った時もこんな気分になるんだろうなと思いながら移動してました。あ、すごい、やっぱ綺麗、さすが。ちょっとね、光が微妙なので、自然光の方に向いてちょっと塗る。うん、見えるかな？ちょっと後でちゃんと全体像見せますね。なんかこのカラーラインも可愛いけどな、アイライン引くと結構顔が濃くなるので、あんまり
そんなに普段引かないんですけど、でもこのシリーズやっぱ可愛いんだよな。可愛い、引いちゃおうかな。どうしよう、迷う。目尻だけ引こうかな。昔はね、結構アイラインとかも引いてたんですけど、今普段はほとんどアイメイクしないので、なんかすごい新鮮な気分で、リップをどうしようかな。結構カジュアルな服装なので、あんまりツヤツヤしてるっていう感じよりはマットめの方がいいかなと思っているんだけど、ルージュココクラッシュもすごい好きなんだけど、でも今日はちょっとアリュールのシリーズにしようかな。あんまりピンクが結構T シャツに入ってるピンクが結構明るいから、リップはちょっとこう抑えめの色にしたいなと思ってるんだけど、あ、これも可愛い。今ちょっと候補が2つ出ました。こっちかこっち。あ、すごい、間にどうも。このひだ、あ、やばい、そうだ、蓋に色番号が書いてあるんだ。どっちだろう。あ、でも、ま、あ、どっちだろう、わからなくなってしまった70? あ、でもベルベット、あ、両方ベルベット、あ、書いてあった書いてあった、本体にも書いてあった。こっちが58番でこっちが70番です。これでもちょっと強すぎる気がするから、こっちにしようかな。あ、ちょっと待って、リップクリーム塗ろう。すっごい乾燥してる。これシャネルにもね、リップクリームがあるの。これ私友達の誕生日プレゼントにあげたことあります。これもね、いいと思う、ギフトに。うるおう。いいよ。リップのツヤ感が残ってるので、ティッシュで押さえてもう一回重ねる。こんな感じです。あ、この色すごい可愛い。いいのでは、いいのでは。こんな感じになりました。今のところこんな感じで仕上げてて、あとは T シャツとアクセしてからちょっとチークとかハイライトとかを足そうかな。身支度しながら、準備じゃない、 YouTube 撮りながら身支度してたらすごい時間がなくなっちゃって大急ぎで出てきました。今車の中です、ご覧の通り。はい、でこれから会場に向かいます。できました。あ、すごいバタバタして、なんかあっという間の出来事だったんですけど、ちょっとさっき出る時に時間がなさすぎて全然紹介できなかったけど、これさっき見せてたピアスと、あとはこのネックレス、結構このネックレスがポイントになって、すごい可愛い感じのコーディネートに仕上がりました。ちょっと全身鏡でお見せします。はい、こんな感じです。ちょっと暗いんだけど、この色仕掛けのパンツと、あとはシャネルのトップスにこのネックレスとピアスを合わせて、ちょっとストリートだけどアクセでゴージャスな感じに仕上げてます。いやー、会場可愛かったな本当ね。白と黒を基調にしたあのテーマカラーの
内装で、で100周年を記念したあのパッケージング、限定のパッケージもすっごい可愛かったし、もうねどれを撮っても本当におしゃれだなやっぱりっていう。私パリに行った時に1920年代のパッケージ、その始まったばっかりの時のパッケージを見せてもらったことがあるんですけど、もうその時のパッケージもうすでにクールでエレガントでかっこよくて強さもあるし、でもフェミニンさもあってみたいな、すごいおしゃれなパッケージで、当時のパッケージを今使っても全然おかしくない、もうすごいおしゃれなパッケージだったんですけど、やっぱりこのね、ナンバーファイブが100年100周年っていうことで、その限定のパッケージもやっぱりすごいおしゃれで、なんかこうスタイルがあるって、おしゃれってこういうことだよなってすごい感じました。でこう今回のポップアップのコンセプトはやっぱ100周年の記念だから、こう昔の歴史のことを話そうと思えばいくらでもあるんだけど、今回はそれを一切せずにこれから先の100年を見据えてっていうことで、ああいう形のポップアップになったらしいんですけど、そのなんかこう潔さとかもすごいかっこいいなと思ったし、もうやっぱりおしゃれだった、すごい。じゃあちょっとこれから私服に着替えて、あの衣装汚しちゃった大変なので、私服に着替えてからちょっとバタバタして荷物ちょっとぐちゃぐちゃなので整理整頓しようかな。お風呂に入ってスキンケアしました。おー、気持ちよかった、すごい。なんか今日はすごくバタバタしていたような気がして、あのやっぱ移動日はね、どうしてもなんか気持ち的に動いてるからなのか、なんかすごい焦っちゃう気持ちが私はいつもしちゃうんですけど、なんかお風呂に入ったらすごいほっとしてよかったです。明日はねもう東京に帰るだけなので、ちょっとゆっくり朝して東京に戻りたいと思います。ここで急に私が旅に持ってきたスキンケアを紹介したいと思います。これがグロシエのあのコスメを買うときにもらえるポーチで、これあのこのバブルがついてるから割れ物とか入れるのにすごいいいなと思って、ずっと同じやつを使ってるんですけど、今回はあのワフィトのミニシリーズを持ってきました。すごいねぴったりと思ってウキウキで持ってきたんですけど、これがワフィトのあのいつも使ってる化粧水のミニと、これがあのフェイスクリームのミニで、美容液はこのドランクエレファントの美容液を持ってきたんですけど、これはねあの私の大好きなパッション A のクリームを買った時にこうサンプルみたいので一緒に箱の中に入ってくる美容液なんですけど、この美容液すっごい良くて、あの毛穴とか気になってる人は本当あの自信を持っておすすめしたいんですけど、すごい肌がねあのこうキュッと締まってすごくね綺麗になるのでおすすめです。これ大きいサイズももちろん売ってるので、今回旅なのでこのミニくんたちを連れてまいりました。あと入ってるのはシゲタのモーニングスパークのオイルと、あとね日焼け止め、このシャネルの日焼け止めすっごい気に入ってて、顔が全然白くならないし伸びもすごい良くてすごく気に入っております。で今回初めて京都のエースに泊まったんですけど、あのニューヨークと LA は泊まったことがあって、京都初めてで、であの歯ブラシがこう竹の歯ブラシになってたりとか、あとお部屋にある水がこう紙パックになっていたりとか、エコフレンドリーでこうステイしてて気持ちがいいホテルだなっていう風に思いました。ロビーとかはね、あのニューヨークとか LA のエースみたいにすごいおしゃれな感じになっていて、なんか天井が高いし、あとはこうちょっとした複合施設みたいなのが一緒になっているから、すごくあのこのホテルの敷地内でいろいろ楽しめてすごいいいなっていうふうに思いました。で、あの、さっきルームツアーで、こう、ちょっと気持ちが上がってたウカのシャンプーとかボディーソープもすごい気持ちよくて、東京に帰ったら買おうっていうふうに思ったんですけど、ここがこういうふうだったら嬉しいなみたいなところの、こう、心遣いみたいなのをすごい感じられて、おしゃれなだけじゃなくて、すごい素敵なホテルだなっていうふうに思いました。